ワールプールコーポレーションは、アメリカ合衆国ミシガン州に本社を持つ、家庭電化製品の製造販売を手掛けるメーカー。北アメリカの白物家電の大手メーカー。家庭用大型電化製品が中心だが、家庭用のみならず、コインランドリーで導入されている大型洗濯機を目にすることもある。2000年代以降、高度成長を続けている。 中華人民共和国やインドへの展開を活発化させており、年間売上高は100億ドルを超える規模となっている。2013年8月13日、山陽電機の中国、合皮市の現地合弁、合皮栄ことたち山陽電機古墳有限公司の株式51%を取得して、筆頭株主となることで合意に達したことを発表。パナソニック参加に入っていた。 山陽電機は保有する29.51%の株式をワールプールに売却して合弁から撤退する。2014年9月15日、中国証券監督管理委員会によって買収が承認され、10月24日に買収手続きを完了。11月に社名をめぐみじほこふんゆうげん講に変更した。新会社は引き続き、上海証券取引所に上場する。 2020年8月25日、ギャランツが TOB を提案したことを発表した。また、2014年7月10日には、イタリアの家電機器、メーカー、インデシットの株式66.8%を取得することで合意に達したことを発表。10月13日には、欧州委員会によって承認され、翌14日に買収が完了した。ワールプールのショールーム、 ありがとうございます。